どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとねまた細かい話がですね溜まってきましたので、本日はねちょっと細かい話ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいんですけども、まずですねまたね残念なお知らせがね入りまして、こちらですね中部国際空港のプライオリティパスのね対象ラウンジがですね、まあこちら一応レストランなんですけども、こちらね残念ながら2023年3月26日をもってですねこちらね閉鎖ということで、今後ね7月27日以降ね利用することができなくなってしまうっていうね話が入ってまいりました。こちらですね中部国際空港ね利用されている方ね、かなり利用されてた方ね多かったんじゃないのかななんていうふうに思いますし、またね一般エリアなんですよね。でこちらピザレストランということで、このプライオリティパスをね持っていると1回ね3400円相当のまあピザセットみたいなのがですねまあ利用することができてたわけなんですけども、こちらですね残念ながら3月26日をね持って終了っていう風になりますので、こちらね利用されてた方はですねぜひね覚えておいていただければなと思います。私もですね名古屋に行く機会がありましたらぜひね利用させていただきたいななんていう風に思ってたんですけども、結局ね利用せずに終了してしまうっていった形になりますね。このラウンジね多分2年も多分経ってないんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあラウンジではなくてねまあレストランなんで、まあ今回ね閉業ということで、まあお店自体はねなくなってしまうっていうふうになりますんで、まあね仕方ないわけなんですけども、こちらね利用されてた方ねかなり残念ですよね。ということで国内のねプライオリティパスのラウンジね結構ね、状況が変わってきたっていう風になりますんで、ちょっと私の方でね、まとめさせていただきました。一応ねここに出しておきますので、利用する空港のね、プライオリティパスで入れるラウンジね、ぜひねチェックしといていただければなと思います。今年の2月だったと思いますけども、羽田空港ね ANA ラウンジもですね残念ながらね利用することができなくなってしまったっていう風になりますんで、このプライオリティパスのラウンジっていうのはかなりねあるんですけども、羽田空港にはねこのプライオリティパスっていうのはねラウンジ1個もないっていう風になりますんで、ここねどうにか1個ね作っていただきたいですよね。昔からねこの羽田空港にねプライオリティパスのラウンジってなくて、ちょっと前にね ANA ラウンジがね利用できるようになって非常に良かったわけなんですけども、残念ながらね羽田空港の ANA ラウンジもね利用することができなくなってしまったっていう風になりますんで、ここねどうにかね1個ぐらいね欲しいところですよね。またね成田空港の ANA ラウンジなんですけども、おそらくねここもめちゃくちゃ混んでると思いますし、またね成田空港の ANA ラウンジ自体ねそんな広くないので、この断られるね可能性っていうのもかなり高いと思いますので、このプライオリティパスねこれから発行される方はこのね ANA ラウンジを目当てにしてね発行するっていうのは基本的にねお勧めしておりませんので、この点はね注意してください。混雑してるとね普通にステータス持ってる人ね優先になりますんで、断られたりね時間制限で区切ってたりしてる部分もありますんで、発行してね混雑で使えないとかだったらね結構残念な思いされるかななんていうふうに思いますので、この点はね覚えておいてください。で次にですねマリオットボンボイホテルね、こちらワールドワイドの、20% オフキャンペーンがね来ておりまして、一応ねプロモーションコードね、プロモーションコード入れる場面ありますよね、QRI っていうねプロモーションコードを入れると、20% オフでね利用することができるっていうキャンペーンがね一応来ているんですけども、まあ国内のねマリオットボンボイホテルね今かなり高額になってきておりますんで、これね入れたところでね全然高いっていう風になりますんで、まあこのキャンペーンねもし利用される方はですね、まあ海外利用になるかななんていう風に思うんですけども、もしね東南アジアとかねあっちの方で利用するのであればですね結構ね安くなったりいたしますので、もしね利用予定ある方はですねこちらねぜひねチェックしていただければなと思います。プロモーションコードのね入れ方もねちょっとこれに出しておきたいなと思いますんで、ぜひねチェックしてください。で次はねこちらなんですよね。ちょっとこれね結構前の画像をね拾ってきたやつなんでちょっと荒くて申し訳ないんですけども、かれこれねもう2年前ぐらいにね出した動画なんですけども、ANA のビザマスターカードね保有されている方は、まあ、こちらね自己責任でねやっていただきたいななんていうふうに思うんですけども、年会費の優遇ですね、またね利用することができている方がねツイッターで結構ね報告されておりますので、こちらねぜひ
ANA ビザマスターカードをね、保有されている方は挑戦してみていただければなと思います。2年連続でね、優遇受けられたみたいなね、そういった方もね、いらっしゃいますし、これね、当時はめちゃくちゃ対象者多くて、私もね、利用することができたんですけども、ANA カードの中でも一番高いね、プラチナプレミアムカード、確か8万8000とかだったと思うんですけど、年会費。それもですね、無料になった方とかもね、いらっしゃるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ ANA ビザマスターカードね、今ね SFC つけてね保有されている方はですね、ぜひね利用していただければなぁなんていうふうに思います。でこれね、なんで自己責任でやっていただきたいかっていうとですね、これ解約のねページまで行って、解約の1個手前のページまで行くと、このね年会費優遇のバナーが出て、まあこの年会費や優遇が受けられるっていうふうになるわけなんですけども、これねもう1個次のページに行ってしまうと、本当にねカード解約されてしまうんですよね。でまあ普通のカードだったらね、また発行すればいいだけなんであれなんですけども、スーパーフライヤーズねつけている方はこれ解約しちゃうとね、スーパーフライヤーズカードもね一緒に失効してしまう可能性もね、ゼロではないっていう風になりますんで、ちょっとね自信がない方はですね、ちょっとねやらないでいただければななんていう風に思うんですよね。まあ、とはいえですね、ゴールドカードでもね1万以上ね年会しますし、プラチナカードだとね、かなり高額の年会費がね、無料になるかもしれませんので、ANA のビザマスターカードね、保有されている方はですね、やり方自体はですね、もう2年前の動画になってね、こちらはちょっと見づらいかもしれないんですけども、まあ、これでね、実際にやって私ね、年会費優遇ね、受けることができたっていう風になりますんで、もしね、最近チェックしてないよっていう方はですね、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっとね3つぐらいね話させていただいたわけなんですけども、いや中部国際空港のラウンジね閉まってしまうのね非常に残念ですね。これでね多分一般エリアのラウンジ、まあ対象ラウンジ多分なくなってしまったと思いますんで、またねどっかね違うところがねできるといいですね。私もねちょっと1回ぐらいはね利用したかったんですけども、ちょっと残念ですね。はい、このレストラン特典がね利用できるラウンジってね本当にいいですよね。一回3400円ってね、去年ボテジューでね、ちょっと利用させていただきましたけども、やっぱりね、結構お腹いっぱいまでね、利用することができますんでね、ラウンジ利用できるのもいいですけどね、このレストラン特典で利用できるのもね、かなりいいですよね。またね、三井住友カードのビザマスターのね、年会費優遇。これね、なんでできるんでしょうね。ちょっとよくわかんないですけども、まあ2年前はね、プラチナカードとかもね、できた方いらっしゃいますんで、これね8万円とかの年会費がね浮いたらかなりいいですよね。ぜひね利用されてない方はですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ね、この感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。